皆のため戦い続ける。いつもお力に。よかった兄上はご無事だ。注意を飛ばすだけで。織田軍敵六角軍に包囲されて包囲網を突破し兄上と合流しよう。六角は我らがまだ動かぬと思っている。一丸となって進めば容易に突破できる。バカだ。浅井は遠路駆けつけたばかり。こんなに早く軍勢を動かせるわけがない。敵将打ち取ったり。強烈の城の無防備な兄上を狙い六角は挙兵し織田の軍勢を分断した。兄上が倒れる当然上洛はならぬ。ダンスの闇は一層深くなる。長政様もそんなお兄様が大切な人間です。どちらにかけてもなりませんね。見事な武者ぶりよ。攻めの三座もかすんでしまうわ。我が槍、我が真理、貫けるものはない。犯人は、この一層、名優たる浅井家に厚く言う。敵像をことごとくほふり、今日への道を開け。ただ六角を打ち破るだけでなく、兄上の軍勢も救ってみせます。兄上、お心安く、それがしにお任せあれ。織田に覇権を渡してなるものか。開門。ここで殺せば、被害が、いや、
戦国の運命が我が輩の手に落ちる。これで終わりと思うなよ信長。貴様の運命必ず飲み食らってみせよう。長政殿の傭兵、実に見事じゃ。手柄を全部持ってかれてまうわ。これ浅井、こっちを信長に差し出すつもりか。開門。想像通りに。ここは取り除けた。俺たちは一介の死に過ぎ、王を出世せねば長政様に意見を不信もできぬぞ。分かっている。全て手遅れになる前にのし上がる。これを力に。どうしても譲れない思いがあるから。救援ありがとう。織田と浅井の契りは万全です。我が槍、我が真意、貫けるものはない。かたじけない。地道なわしは万有手合いが苦手でな。どうしても譲れない思いにあるか。開門。一の幸せだ。それがしの幸せだ。将が恐れては兵はついてこぬ。邪魔を打ち里と参る。敵将討ち取ったり。開門。天守閣に進みたくば、わしの屍を越えて行け。開門。どうしても譲れない思いがあるから。いざ参らん。一の幸せだ。それがしの幸せだ。守り抜く。敵将討ち取ったり。ここは取り出します。あと一つ。皆の者、油断するな。実に結構。ざっと有力者どもが片付いた。我が輩が信長に勝てば、我が輩が完全に覇者になれるわけだ。実に圧倒らしい。うまい手ではないかな。勝利条件変更。待たせたな六角さん。俺様が来たからにゃもう心配よ。雇われ助っ人伊賀人石川五右衛門。織田本陣へ突撃突撃。
覚に従う将軍とも全て鍋切りにせよ。この地は戦が終われば兄上の国、どうか民ばかりは見逃してください。この信長に意見する。はそれは兄上と共にあるということ。敵将討ち取ったり。平和となるまで俺がしの戦は終わらない。今日への道は開いた。兄上、今こそ上洛し乱なき世界を。これで兄上は上